どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はストックポイント4コネクトが行っているポイントで株主になろうキャンペーン2がですね開始しておりますので、こちらの解説をですねやっていきたいというふうに思います。このですねポイントで株主になろうキャンペーン2をですね利用すると、株主ポイントもしくはキャッシュポイントもしくはポンタポイントがねもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、ポンタポイントに関してはですね JAL マイルに交換することができるっていった形になりますんで、無料でですね JAL マイルね貯めることができるっていった形になってるんですよね。またですね株主ポイントとキャッシュポイントについてもですね詳しくは後でね解説させていただくわけなんですけども、ポンタポイントにですね、まあ、経由して交換がねできるっていった形になっておりますんで、こちらのキャンペーン全体でねもらえるポイントについてはですねポンタポイントに交換してね JAL マイルに交換することもできるっていった形になっておりますので、最後までご覧いただければなというふうに思います。ではですねまずこのストックポイント4コネクトっていうのをですね、まあ、知らない方ねいらっしゃると思うんですけども、私もね最近まで知らなかったんですけども、こちらね世界で初めて株価連動型のポイント運用システムをですね開発したね会社というふうになっておりまして、こちらの会社と大和証券グループが運営しているコネクトというね会社と一緒にね行っているサービスっていう風になってるんですよね。運営自体はこのストックポイントの方がね行っているっていった形になっておりまして、ポイントで株式投資がね投資体験ができるっていったサービスで、今ねポイントで株式投資ができるサービスって結構あるじゃないですか。 D ポイントであったり永久不滅ポイントであったり T ポイント楽天ポイントとかでもねあるというふうに思うわけなんですけども、ああいう感じですねイメージしていただければ分かりやすいかなというふうに思います。でですね今回のキャンペーンの概要ですね、ポイントで株主になろうキャンペーン2ということで、期間はですね2020年の10月の26日から12月の10日までっていうふうになっておりまして、こちらね私も最近知ったキャンペーンというふうになっておりまして、無料でね利用できるんだったらもっとね早く知りたかったなっていうふうに思うわけなんですけども、このキャンペーンではですね毎日ガチャみたいのがね引けるっていった形になっておりまして、当たるとですね最大株価5000円以上の銘柄の1株分のねポイントがもらえるっていった形になってるんですよね。でですねこちらのキャンペーンでもらえる特典についてはですねこんな感じになっておりまして、エクセレント賞5000円以上相当の株式ポイント、グッド賞1000円以下の株式ポイント、ラッキー賞50キャッシュポイント、ポンタ賞50ポンタポイント、ハズレ参加賞10回で1回の高確率の当選ガチャが引けるということで、こちらは実際にですね私やってみて当たるのかなというふうに思っておりまして、ちょっとやってみたんですけども、早速ですね日産自動車のね1ポイント分がね当たったというふうになりますので、キャンペーン自体はですね当たるか外れるかっていう、まあ、運次第な部分ではあるんですけども、まあ、無料でね参加できるのであればですね悪くないのかなっていうふうに思っております。でですね株主ポイントとキャッシュポイントの違いについてなんですけども、株主ポイント自体はですね特定銘柄の株価に連動するねポイントっていう風になっておりまして、キャッシュポイントの方はですねストック4コネクト内の個別株式に疑似投資することができるっていったポイントになってるんですよね。でですね株主ポイントを売却するとですねキャッシュポイントっていう風になりまして、このキャッシュポイントになるとですねポンタポイントに交換できるっていった形になってるわけなんですよね。ですので今回のねキャンペーンでもらえるポイントについてはですね、まあ、間接的にはなるわけなんですけども、ポンタポイントにね交換できるっていった形になるんですよね。でですねこちらのキャンペーンの参加方法なんですけども、こちらもねとても簡単という風になっておりまして、ストックポイント4コネクトのスマートフォンアプリをねダウンロードしていただいて、こちらね会員登録するだけで利用できるっていった形になってるんですよね。でですねこちらのキャンペーンで当たった株式ポイントをですね獲得するときにですね
ね、こちら口座開設が必要っていう風になってくるんですよね。まあ、この点はですね、ちょっと面倒かなって思う方ね、いらっしゃるかなという風に思うわけなんですけども、こちらのキャンペーンで引けるガチャについてはですね、口座開設しなくてもですね、会員登録するだけでキャンペーン自体ね、参加できるっていった形になっておりますんで、こちらのキャンペーンのねガチャについては、まあ運次第っていうところもありますので、とりあえずキャンペーンね参加していただいて、ガチャのね当選結果が良くて、このポイントをですね保有したいなって思うようであればですね、後からですね口座開設してもですね OK っていった形になっておりますんで、個人的にはですね、とりあえず会員登録してね、このキャンペーンだけ参加してみてから考えてみていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、ガチャで当たるこの株式ポイントの受け取り期限っていうのはですね、12月の28日までっていう風になっておりまして、キャンペーン自体はですね12月10日までっていう風になっているわけなんですけども、それまでにですねこのキャンペーンで当たった株式のポイントがね欲しいと思ったらですね、そこで口座開設していただくわけなんですけども、口座開設するまでにですね数日かかるっていう風になりますんで、まあ大事を取ってですね、まあ12月20日ぐらいまでにですね、こちら口座開設するかどうかをですね判断していただければなというふうに思います。またですね、こちらコネクトと連携で2000ポイント、さらにですねポンタ ID と連携させるとですね500キャッシュポイントがねもらえるっていった形になります。でこちら合計するとね2500キャッシュポイントっていうふうになるわけなので、ポンタポイントにね交換できるっていった形になるわけなんですけども、こちらねキャンペーンでもらったポイントに関してはですね、ポンタポイントに交換できないっていう風になっておりますんで、こちらね注意していただきたいなっていう風に思います。でですね、私もこれ自体はまだ利用してないのでわからない部分ではあるわけなんですけども、おそらく一度運用してからですねまた売却すればポイント交換ねすることはできるかなっていうふうに思っておりますので、ひとまずですねもらってそのまま交換はできないっていった形になっております。でですね、こちらのポイントをもらう際もですね口座開設が必要っていうふうになっております。ではですね、キャッシュポイントからポンタポイントの交換レートに関しては、101キャッシュポイントが100ポンタポイントにね交換することができるっていった形になっておりますので、ちょっとねレートは下がるわけなんですけども、ポンタポイントにね交換できるっていった形になっております。まあ無料でねもらえたポイントですので、まあこればっかりはね仕方ないかなというふうに思うわけなんですけども、等価交換ではないっていった形になっております。それではですね、こちら実際のね利用方法についてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、キャンペーン自体に参加していただいて、ガチャを引いていただいて、ある程度ね当たった当たらないがねあると思うんですけども、まあ、たくさん当たったらですね口座開設検討していただくっていった形になりますので、ひとまずですね会員登録からガチャをね引くところまでね解説していきたいなというふうに思います。ちょっとねここら辺にね画像を出してね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずですねストックポイント4コネクトのスマートフォンアプリをですねダウンロードしていただくっていった形になります。でですね、アプリがダウンロードできたらですね会員登録をしていただくっていった形になるんですけども、まあ、メールアドレスでもね登録することができますし、Apple のアカウントだったり、Google のアカウント、 Twitter、Facebook でもですね利用することができるっていった形になっております。ここではですねメールアドレスでね会員登録ねしていきたいというふうに思うわけなんですけども、メールアドレスとパスワードをですね入力したらですね会員登録を申請するをね押していただいて、そうするとですね会員登録の申請が完了しましたということで、まあ、こちらまだね会員登録完了してませんというふうになりますので、メールアドレスね入れたところにメッセージがね来てるっていった形になりますので、こちらのねメールを開いてですね URL クリックするとですね本会員登録が完了したっていった形になります。でですね、本会員登録が済んだらですねアプリをね開いていただくっていった形になります。でですね、ログインしていただくとですね、キャラクターをね選んでいただく画面が出てくると思うんですけども、まあこちらね
お好みで選んでいただいて決定をしていただくと、次ですねチュートリアルみたいな形になりますんで、まあここら辺はですね、まあ、読みたい方は見ていただいてっていった形になります。でですねチュートリアルが終わると、都道府県から探す、テーマから探すみたいな感じで銘柄をね探す欄になるというふうに思うんですけども、こちらね真ん中の方にホームってあると思うんですけども、こちらを押すとですねキャンペーンのねバナーが出てくるっていった形になりますんで、こちらでガチャを引いていただくっていった形になります。でガチャを引くを押すとですね他のページに飛んで1日1回ガチャに挑戦ということで、こちらでねガチャを引くっていった形になります。まあ、せっかくなんでねガチャね引いてみていきたいなというふうに思うわけなんですけども、当たるかな、当たりましたね。まあ、こんな感じで今回は三菱 UFJ の1株分のポイントですね、426円分がねもらえたっていった形になります。まあ、こういった感じでですねキャンペーンのねガチャが1日1回ね引けるっていった形になります。これね無料で利用できるっていった形になりますんで、まあ、かなりねお得なのではないのかなっていうふうに思っております。で先ほどもね言いました通り、今ね実際にポイントが当たったわけなんですけども、まあ、こちらはですね1株分のねポイントがもらえてるっていう風になりますんで、まあ、こちらを受け取る時にですね口座開設が必要っていう風になっております。でですね先ほど当たる一覧としてですねポンタポイントがね当たることはねあるっていうふうに言ったと思うんですけども、このポンタポイントに関してはですね口座開設をしなくても受け取ることができるっていった形になっております。でですねポンタポイントを連携させるにはですねホーム画面の一番左下にですねチャージするっていうねボタンがあるというふうに思うわけなんですけども、こちらを押していただくとですねポンタ ID をね連携できるっていった形になっておりますんで、連携ねしていただくっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですねストックポイント4コネクトのポイントで株主になろうキャンペーン2ということで解説ねさせていただきましたけども、無料でね利用できるっていった形になりますので、気軽にね参加してみていただきたいなっていうふうに思います。でですね大きめのポイントとかが当たって JAL マイルなどにね交換したいなと思った際にはですね口座開設してみてもいいのではないのかなっていうふうに思っております。私はですねひとまず毎日ねガシャ引かしていただいて、まあいいポイントとかはね当たったらちょっとね口座開設も考えてみていきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信しさせていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。